コミ共和国は、ロシア連邦中北部の共和国。首都はスイクティフカル。北西連邦管区に含まれる。ウラル山脈の西部、東ヨーロッパ平原の北東部に位置する。西北部でティマン山脈を境界とする。面積は415,900平方キロメートル。その70%以上を大河が、約15%を沼地が占める。 ウラル山脈北部の32,800平方キロメートルに及ぶツンドラはヨーロッパ最大の原生林に覆われておりユネスコの世界遺産に登録されている。北に、ネネツジチカンク、東に、ヤマロネネツジチカンク、ハンティマンシジチカンク、スベルドルフスク州、南に、ペルミ州、ペルミャク州、キーロフ州、西に、アルハンゲリスク州と隣り合う。主要な河川は、 ペチョラ川と北ドビナ川の支流であるビチェグダカは19世紀から20世紀初めにかけて集中的に入植が行われた。入植者の多くは北方の開発のための労働力として大量に送られた囚人であった。1921年8月22日にコミジリアン自治州として設置され、1936年12月5日に コミジチソビエト社会主義共和国に昇格。1992年5月26日よりコミ共和国。2016年2月25日、ボルクタにあるセーベルナヤ単鉱にて深さ780メートルの地点で爆発があり、落盤と火災が起きた。メタンガスが漏れで爆発につながったと見ている。2月28日午前1時24分頃。 救出活動中に再び爆発が発生し、救助隊員5人と炭鉱作業員1人が死亡した。現在の主張は2015年9月30日に就任したセルゲー・ガプリコフ。首相職に相当する職位は1994年に廃止されたが2014年9月19日より首相閣の政府議長が設置されている。 現在の首相は、ラリサ・マクシモワが代行を務めている。石炭、原油、天然ガス、金、ダイヤモンドなどを産する。主要な産業は、石油生成、木材加工、電気工業など、鉄道が発達している。物資を運ぶ、最も重要な路線は、コトラス・ボルクタ・サレハルドを結ぶ線。ビチェグダ川とペチョラ川も、河川交通に使用されている。 スイクティフカル、ウフタ、ボルクタに空港がある。首都スイクティフカルの他に人口が4万人を超える都市として、ウフタ、ボルクタ、ペチョラ、ウシンスク、インタがある。人口は101万8674人。うち、ロシア人が約60%、フィンウゴル系のコミ人が約25%。その他、ウクライナ人、タタール人、ベラルーシ人、 ロシアドイツ人、チュワシ人。人口の75.3%が都市に住む。平均年齢は34.5歳。38万1626個。人口密度は2.44人。平方キロメートル。公用語は、コミごと、ロシア語。住民の大部分は、西京を報ずる。この地域は、モスクワ時間帯の標準時を使用している。 時差はアトックプラス3時間で過時間はない。ありがとうございます。